はい、ベトナムのホーチミンです。ホーチミンの玄関口タンソニアット空港で、今回ドスコイはね、いつもドスコイはその辺のなんか安いホテルに泊まるんですけども、今回すごいですよ、タワマンに泊まれます。いやー楽しみだわー。まあ、そのタワマンもそんな高くないんですけど、アゴダに乗っててね、7000円台ぐらいだったんですけども、今回それに泊まります。で、そのタワマン、サイゴンパールってところにあるんですけども、そこまで空港から直通のバスがあってね、でそのバスはこの空港から出ないんですよ。ちょっと空港から歩いたところにあるバス停から出まして、これがそのバス停です。まあ、10分ぐらいかな、歩いてきただけですね。で、そのバスの番号なんですけども、これ60-7っていうやつに乗ると、この地図の通り空港からタワマンが建ってる再開発エリアまで直通で行ってくれます。で、もう一個行き方があってね、152っていうバスに乗って都心まで行って、都心で別のバスに乗り換えて、でタワマンが建ってる再開発エリアまで行くっていう方法もあります。ちなみにそっちの方が本数は多いです。でもまあ直通で行ってくれる方が便利ですよね。だからそれを待つことにしますと思ったんですけど、いくら待っても来ないので152に乗って都心経由で行くことにします。なんでやね、今の説明何やったんやーい。はい、ってことで都心に着きました。タワマンの方に行くバスに乗り換えます。56番かな、そう56番ですね。やっぱり直通よりも本数が多い方が便利なんですよ、世の中そんなもんなのです。早く着く方が便利。あー、タワマン楽しみだわー。はい、ってことで着きました、サイゴンパールでー。ちょっとここ見えないから、もうちょっと向こう行こう。これね、サイゴンパール、2005年に開発が始まって2011年に出来上がったホーチミンで一番最初の大規模なニュータウンというか再開発エリアです。ホーチミンにはこれ以外にあと2つ再開発エリアがあります。フーミンフンとかね、その中で一番古いんですけども、まあ、一番規模がでかいかな。でも一番規模がでかいのはフーミンフンかな。まあでもまあ歴史がありますね。あとこのサイゴンパールの特徴は、ただマンションが建ってるだけじゃなくて、ランドマーク81っていうね、まあでっかい高層ビルがあるんですよね。東南アジアで一番でかい高層ビルだったかな、もう抜かれたかなんか、そういうビルがあるんですよ。この裏にちょっと見えてないんですけどね。あとこのサイゴンパールの特徴としては、地下鉄ができます。そう、このホーチミン名物の渋滞を緩和すべく、ホーチミン市はね、今地下鉄を作ってるんですよ。でも本当は去年とか2年ぐらい前にも開業する予定だったんですけども、やっぱり遅れに遅れてね。で、今年の春かなんか夏かわかんないけど、まあ、もうすぐ本当に開業するらしいんですよね。で、できた時は、できたら開業したらね、これの真下かなんかすぐ近くに駅ができるんですよ。うん、それはこれ以外の再開発エリアにはない特徴なのでね、まあ、一番これから熱いホットなね、再開発エリアというかマンション群です。で、ここにドスコイは今日1日10人です。泊まれます。やったー。アゴダでね、7400円だったかな、7400円ですよ。で、こんな憧れのタワマン1日だけ住めるんですよ。しかも2ベッドルーム。さあ、ちょっとチェックインしましょう。そう、今日だけドスコイは憧れのタワマンの住人なのです。羨ましいでしょ。嫉妬とかやめてくださいよ。まあ、皆さんも7000出したら泊まれますから。で、どの棟に行けばいいのかなと思って、この棟に行ってみたら、いや、その部屋のオーナーに連絡してどこの棟か聞いてみてくれって言われて電話してみました。どの棟に行けばいいか分かんなかったから電話したら、で、名前言ったら、いや、そんなブッキングないけどみたいな、アホだからそんなん ないけどって言われて、って言って、それで、あ、会いましょうって言って、見せるからって言って、でもなんか電話切られて、え、無理なのかな。チクチクチクチタ、地獄の20分。もうなんなの。それから何回か連絡あったんですけど、なんかやっぱ予約が確認できないから、ちょっともう他のホテル取ってって言って、キャンセルして他のホテル取ってって言われました。もういいわ。そう、この地獄の20分間何があったかっていうと、ショートメッセージ SMS ってあるでしょ、電話番号でメッセージ送れるやつで、予約番号教えてって来たので、これですって送ったんですよ。で、予約確認書も画像で送ったんですよね。で、81っていうビルのところに来てって言われたので、そのビルのとこまで来たよって、それも写真撮って送ったんですよ。でもなかなか返事返ってこないから、もういいわ、他のとこ撮るわと思って、もう泊まれないなら早く教えて、他のホテル撮るからって送ったら、すぐに返事返ってきて、あ、じゃあキャンセルして他のホテル取ってください、 Thank you って帰ってきて、はぁと思ったけど、まあいいやと思ったんですけども、でキャンセルしようと思ったら、返金不可って書いてあるんですよ。え、これどうやってお金戻ってくんのと思ってね、返金不可って書いてるけどどうすればいいのって送ったら、全然返事返ってこなくてね、うーわー、これタワマン泊まれる憧れロマンス詐欺だわーってなって、めっちゃ腹立って、こんなクソみたいなビジネスすんなーって送って、もう去ることにしました。はぁ、もうタワマンに泊まろうとしたのがバカでした、間違いでした。
めっちゃ腹立つな。お金入って返ってこないんですよ。だって返金不可って書いてあるからね。じゃあそのお金どうなったの。今までにアゴダね、あの小笠原で一回問題あったんですよね。あ、知ってるでしょ、アゴダの、あ、アゴじゃない、小笠原の動画でね。でそれ以外は問題一回もなかったんですよ。初めて海外で。返せ7000円、本当に。なんなの一体。でこのエリアにはね、アゴダになんか10個ぐらい乗ってんすよ。なんかその全部アパートメントね、泊まるっていうやつ乗ってるんですけども、その中で安いやつ5000円とか6000円7000円台のやつ見たら、どれ見てもそのホスト、そのオーナーに連絡したらなんか予約が確認できないって言われたとか、そういう口コミが絶対どっかに載ってるんすよね。でも普通に泊まれたっていう公園も普通にあるんすよ。だからどうすか、いや今からねもう諦めずにもう一個違うところ撮ろうかなと思ったんですけど、そこもなんかね予約が確認できないって言われたとか書いてあるんすよね。はぁ、あ何こ、じゃあこの動画何の動画なの。じゃあもうタワマンに泊まれなかった動画か。うわー、7000円返せ、本当に7000円返せ。くそ。でもめっちゃムカついたから、このタワマンのエリア内にある商業施設の中のちょっといい感じのイタリアン料理のお店に入りました。まあそんな高級ではないですけども。でこれスイカジュースです。これ美味しかったわ。でメニューの中によくわからない名前のパスタがあったから頼んでみたんですけども、まあ来たものはもう普通に美味しそうなパスタでね、あ、へえ美味しそうだなって言って食べました。美味しかったです。まああれだけ食べて1300円ぐらいかな。まあ安いかな、安くはないけど、その高めなお店とにしては安いかなっていう感じかな。でなんかね、この上にね、さっきのマンションタワマンがあるんですけど、そこに住んでたらなんか安くなるみたいですよ。そこに住んでますかって聞かれてね、住んでませんって言いました。まあ普通に言ったけどね、住めませんでしたって言いました。であとアゴダに激おこメール送ったわ。メールっていうよりはアゴダのアプリの中でアゴダにメッセージを送れるところがあるんですよね。そこで激おこメッセージ送りました。まあ期待はしなかったですけどね、アゴダ外資系ですから。これがね、さっき言った地下鉄、まだ開業しない地下鉄なんですけども、これ出来上がってからだいぶ時間経ってるから、まだ開業しないのにもうすでにちょっと黒ずんできてる。早開業せんか、今いろいろあるんでしょうけどね。いやここね、ガタンゴトーンと走ってほしいわ。結構地上区間が多いんですよ。でさっきのドスコイが止まれなかった、ドスコイが止まれなかった、あれね、あれの下は多分地下区間になってると思うんですけどね。いや早く乗りたいわ。でまあタワマンは止まれなかったので再開発エリアは諦めます。でこのままだと野宿になっちゃうので、中心部で別のホテルを予約しました。リバーサイドホテルサイゴン、1泊6274円です。安っ。安いですよね、ここ都心部のど真ん中ですよ。やっぱりベトナムホテル安いわ。まあでもこの時点ではタワマンに7000円ぐらい取られたままですからね、結局1万3000円以上かかってます。結構中も歴史がある感じでね、安いホテルには見えなかったです。ちなみにここは予約ちゃんと取れてました。なんでやね、タワマンもちゃんとせんかい。で部屋の中なんですけども、まあまあ広めですよね。6000円にしたは広いんじゃないですか。で眺望はなんか謎の半地下ビューです。半地下っていうか 1.5 階から2階を眺めてるような謎のビューです。まあ安いからね、そこはさすがにリバービューじゃないんでしょうね。このホテルリバーサイドホテルだから、せっかくだからリバービューでね、しかもバルコニーもあるような部屋に泊まりたいとこですけども、そういう部屋は6000台ではないんでしょうね。チキチキチキチターン。はい、で次の日の朝です。朝ごはんです。まあこのホテルの朝ごはんの詳細どれぐらい知りたいか知らないですけども、まあ普通にちょっといい朝ごはんというか、必要最低限の朝ごはんとかではないですね。もうちょっとそれにプラスアルファチャーハンがあったりとか、あと豚まんがあったりとかしましたね。野菜とかね。まあ6000円台からしたらいいんじゃないですか。さっき言ったリバービューとかのもうちょっと高いお部屋の人と同じ朝ごはんですからね。トウモロコシとかチキンもあってね、よかったですよ。でその次の日だったと思うんですけども、アゴダからメールが来てね、なんとアゴダ外資系なのに自分の日を認めたんですよ。すごくない？外資系ですよ。日本の企業じゃないのに自分の日を認めたんですよ。でこちらが悪いので返金不可の予約ですが、全額返金させていただきますって言ってね。でさらにアゴダコインを US ドルの5ドル差し上げますって言ってね、なんかお客様は神様ですって言って従業員にブラックロードさせる日系企業みたいですよね。なんかちょっと逆に気持ち悪かったわ。これなんか罠なんじゃないかって思うぐらいね、妙に優しかったです。まあこれ当たり前っちゃ当たり前なんですけども、ドスコイアゴダをそれぐらい低い期待値で使ってるんですよ。その代わり安いと。だからアゴダのシステムがなんかうまくいかなかった
かったんでしょうね。で、そのタワマンのオーナーに連絡がいかなかったと。だからタワマンのオーナーは何も悪くないんですよ。ただもうちょっとメッセージもちゃんと返したりとかはできましたよね。そこの応対ちょっと悪いですよね。いくら日本じゃないとはいえね。だってあのやり取りはもう完全に詐欺ですよ。あれからドスコイはアゴダにメッセージ送ったから詐欺じゃなくなってるけども、あれで終わりだったらあれ詐欺ですからね。まあそんな感じでね、アゴダも観念したので、で700円分ぐらいのアゴダコインもくれたのでね、今回は許します。でこの後ベトナムの誰も知らない離島コンダオ諸島に行きました。その動画も見てくださいね。さようなら。ドスコイ X ツイッターやってますのでね、もしよかったらフォローしてください。